5月29日、スクールプロジェクト支援事業の選定会議が開かれました。スクールプロジェクト支援事業は、小学校・中学校の校区の地域性を生かした特色ある学校づくりの取り組みに対し、市が1校あたり100万円を上限に2校まで財政支援を行おうとするもので、今年度から開始しました。今回は小学校および中学校ブロックから5つのプロジェクトが市に提出され、この日の選定会議でそれぞれのプロジェクトの代表者が目的や期待される成果などをプレゼンテーションしました。それが全国的に広まりつつあるという状況になっています。児童の救命講習の実施につなげていきたいというふうに思っております。プレゼンテーションに続いて質疑応答が行われ、原田勝教育長をはじめとする選定委員から出された疑問点などについて発表者が回答していきました。発表を受けて選定委員が計画の綿密さや効果検証の明確さなどの点を審査し、その結果、本の楽しさに出会い、情報活用力、発信力を高めるために読書活動の活性化を図る吹田第二小学校と校区全体で防災や救急救命に関する取り組みを深め、命の大切さを学び、主体的に行動できる児童・生徒の育成を目指す千里丘中学校ブロックの2つのプロジェクトに決まりました。6月10日、中消防庁舎で救助訓練見学会が開催されました。これは7月21日に開催される消防救助技術近畿地区指導会に向けて訓練に励んでいるレスキュー隊の姿を市民の皆さんに見てもらおうと開催されたものです。はじめに来場者に訓練内容の説明が行われた後、訓練がスタート。消防本部警防救急室救助グループでは、今年指導会の障害突破訓練とロープブリッジ救出訓練にそれぞれ2チーム計18人が出場します。この日はロープブリッジ救出訓練が行われました。ロープブリッジ救出訓練は4人1組で行われ、2人の隊員が20メートル離れた対面の塔にロープを使って渡り、そこにいる要救助者をロープに吊り下げて牽引し救出した後、隊員が脱出するまでの安全確実性とタイムを評価する訓練です。隊員たちは見学者が見守る中、指導会の上位入賞と全国大会出場を目指して一生懸命訓練に励んでいました。また会場では救急車やレスキュー車両の試乗説明なども行われ、来場者に消防本部の活動を PR していました。6月11日、水産地区公民館で親子で遊ぼうが開催されました。これはリズム体操や手遊び、工作、絵本などを通じて親子のスキンシップを図りながら楽しく遊び学ぶ講座で、2歳から就学前の幼児とその保護者を対象に5回に分けて行っているもので、初回のこの日は親子10組が参加しました。講師は幼児教室を主催されている針尾さとりさん。これまで20年以上にわたり市内で同様の講座を行っています。まずは子どもたちの緊張をほぐすためにリズム遊びからスタート。子どもたちからは自然と笑顔が出てきました。その後、新聞紙を使った紙遊び。自分たちで新聞紙をちぎり紙吹雪を作り、お母さん、お友達と一緒に豪快に遊びました。また作った紙吹雪とビニール袋を使って簡単なボールを作り、ボール遊び。子どもたちは夢中でボールを追いかけました。最後は絵本の読み聞かせと音楽遊びでクールダウン。90分間の講座が終了しました。
しかった。そうですね、すごくなんか楽しそうな顔をしてるのが見られて、一緒にできて楽しかったなと思います。いやもう子供の楽しい顔見れて、よかったです。なんかもう時間があっという間に過ぎてしまって、こう楽しく親子ともども過ごせました。